キズナックさん、ハッシーさん、ゆりさん、村上さん、とわさん、はねたさん、よしたるん、だだだいさん、なつかちゃん、さとさわさん、さとともさん、てるるん、こんにちは。こんにちは。正月休み最終日、お一緒だ一緒ですね。こんばんは、おはおはおはよう、おはようございます、ちわちわっす、イエーイ、こんちくわ。今日で終わりですね正月休みも。明日から陸上公演スタート、イエーイ。今日も頑張りましょう頑張りましょう。ハッシーさん、ギフトありがとうございます。てってってってれてててててて、こんにちは。よし、あけおめことよろたてちさん、あけおめことよろ、おはようございます。そう、岡山行ってました。昨日帰ってきました。おはー、眉毛はもうバッチリですもういい感じです。長いようで短い、確かに。あ、もう冬休みは一瞬一瞬ですね。もう2週間ぐらいしかない学校ももう月曜日から始まる。マンジュラモンスターさん、チャビチャビさん、ギフトありがとうございます。イエイ。友達のとカメに餌あげてるあ、カモ、カモか、カモウケる、いいっすね。あさっての握手会よろしくお願いします。そうだ、5日、明日が陸上公園で、6が京セラドームで、大阪で、で握手会で、で10がスタジオ公演で、12も陸上公演です。よろしくお願いしますそんな感じのあれです。よろしくお願いしますこんにちは。今日は、お、あ、サンドさん、ん、祝ってくれ、誕生日か、おめでとうございますダダン、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアサンドさん、イエーイ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。ハッピーバースデー、今年もよろしくお願いしますイエーイ、イエーイ、イエーイ。夏休み、確かに夏休み待ち遠しいねこんにちは、こんにちは、こんにちは、おはようございます。眉毛がはい、もう最高に3秒で描けます。これ最高にいいよまっすぐまっすぐ平行眉毛、フェイク上達、やったやったやった、火曜から、ゆいさん火曜からいいなぁいいね、月曜日や一旦休みなんだいいっすね。おはよう、みゃんこ先生、だるま、ありがとうございます。よろしくお願いされましたよろしくお願いします。年明け一発目公演、イエーイ。動物園に来ては、いいですね、よりこんさん。動物園とかもう保育園ぐらいから行ってないですね保育園の頃に一回行った気がする。明日初アリサ、おー、よろしくお願いします。ハッシーさん、夜公演です、明日は、よろしくお願いします。陸上公園、東京からどう、あ、そうかですよね、東京でもやりたいです、眩しい陸上公園ゲバントホールなのでね、若干狭いんですよ若干狭くて、いつもドントルックバックは特に蹴られそうになるのでそう、東京の広いところでもやってみたいですね。
おめでとうございます。イエーイ。おい、ありがとうございます。欲求花束ありがとうございます。スタジオ動画のダンスがオープニング、そうです、オープニング1曲目のオリジナル曲、オリジナルダンス、すごいハードな公演ですね。そうです、すごいハードなスタジオ公演なので、ぜひ来てください。遊びに来てください。よろしくお願いします。スタジオ公演、そう、昨日練習したんですよ。今日もね、今日も一日、今日まで一日休みなので、もうバキバキ練習します。もうお正月でだらっと怠けたもんで、そう、曲で踊れなかったらいけないので、ちょっと今日は真剣に練習したいと思います。やばい。だだだだ、お誕生日おめでとう。次はゴールデン、あ、そっか、ゴールデンウィーク10連休でしたっけ今年は。うそうだ、ゴールデンウィークが近いぞ。ハッシーさん、かわいい、ありがとうございます。キリッとしてるでしょ、じゃじゃん。そう、なんか、そう、なんだったっけ、なんかタレ眉だったんですけど、そう、平行の切り眉にしたんですよ。キリッとした眉毛にしました。いいでしょ。そう、めちゃくちゃ良きでしたよ。バン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 、イエーイ。どれぐらい持つ、これはどうなんでしょう。でもなんかここら辺の毛が短いんですよ、まだ。それを伸ばしたらなんかもういい感じになって、でここら辺の小さい毛が生えてきたら、自分でポンとでちょって抜いたら、維持ができるらしいです。ずっと形はずっと維持できるらしいので、すごく便利です。ボンジュー、今来たはるかちゃん、ありがとうございます。あおいちゃんタンプレまだ決めてないです。あおいちゃん何日でしたっけ。1月ですよね。1月13とかかいな、どうでしたっけ。あおいちゃんからはこれをいただきました。あおいちゃんからはこのたこ焼きの、あの、これはスマホ置くケースなんで、スマホ置くケースじゃないわ、台なんですけど、そう、すごい使えます。これはそう、ショールームの時やるときは携帯はいつもこのたこ焼きに置いてますね。ありがとうございます。おはよう。ドントルックの足気をつけて。そう、なんだったっけ、みーちゃんがチュンチュンチュンって足を上げるときに、アリサがホウホウってこうホウって、こう魔法をかけて立たせる役なんですけど、アリサがほうって。でもその後ろからココアも一緒にみーちゃんをふうってやるんですよ。で、その時3人でぶつかるという事件が起きそうなので、気をつけてます。そこがいつも怖い。ひとりごとさん、みかん、ありがとうございます。映画館いいですね。映画館映画今何の映画やったかな。映画いいね。イージイージイージー、似合ってる。おー、嬉しい、ありがとうございます。さすがプロですね。そう、平行でお願いしますって言ったら、なんかいい感じのにしてくれました。太さとかもいいですね。石原さん、さとみさん、いやいやいや、それはないやろ。上戸彩さん。どこがやねん。あ、18日、1月18日か、おっしい。1月18日、あおいちゃん誕生日、オッケー、覚えました。じゃあまだ今日4日ですよね。4日、まだまだ大丈夫。まだ時間はある。福岡のゼロさん、ズーミンさん、太田さん、ギフトありがとう。おはようございます。福神つやカレーと一緒にいいね。
てんの。わココアに反応してるじゃないですか。三浦みのるさんおはよう。五十巻とましるさんありがとうございます。ちくわさんおはよう。全力で踊ってるようで周囲に気がかかるフロ、やったイエーイ。ちょうど2週間、あ、そうかそうだ、ちょうど2週間後だ。2週間あればいけます、大丈夫。七並べ絶対開くと思うけど、あ、 18? ああ、葵ちゃんの誕生日カードがもらえるよね、開いたら。明日は最善を見つけます。おはー、アゴオンノーさんおはよう。え、そのスイカ誰のアバターですか。渚さん、まさかこのスイカのやつ絶対渚さんじゃない。こんばんは。今日からラブライブの映画公開するだ。ラブライブ、かわいい名前ですね。どんなやつかわからん。佐藤沢さん、誰もありがとう。はい、痛くないよ、一瞬一瞬です。太いやつだったら痛いかもしれない。でも産毛みたいな細いやつはもう何も感じまへんや。鯛めしを作って、さすが愛媛愛媛愛媛。最近 SA が気になってます。イエーイ、太田さんありがとうございます。見直しありさ、よろしくお願いします。ラブライバーのグッズ購入率が人気なん。人気なんすか。今ランキング11位だ。ありがとうございます。さすがありさはやってますよ、七並べ。そう、1枚だけね、そうカードをガチャして、そう1枚だけありさのこの羽根つきかいね、羽根つきの羽根つきのカードが出たので、そう、それを使ってやってます。そう、奇跡奇跡。星2ぐらいのやつなんですけどね。まあそう、あれでシークレットは絶対でいいよ、ほんまに。もう自分のシークレットとか引いたこともない。引いたこともないよ。24時間ガール生で、ああ24時間ガールね、あかりんさんは出てましたよね。おはよう。アニメとゲームはサバ。そう、正解。アニメとゲームは分からん、さっぱりピーマンで、最近は映画も見に行ってないからさっぱり。さっぱりパリパリ。でもさっきスッキリ、スッキリを見てたんですけど、そしたら永野芽郁さんが出てきてですね、はい、3年 C 組のドラマを宣伝して帰ってったので、そう、ちょっと見たいなと思いました。日曜の何時からでしたっけな、忘れたんですけど、3年 C 組っていうドラマをね見たいなと思います。え、3年 C 組かいね、 C か。3年 C 組。C 組の僕はレレ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 ない。あれやま、陸上、明日陸上から行きたかった。ユニバ、あー、ユニバ行かない、いな、ユニバ、ユニバ行ったことない。ユニバはユニバの方が近いはずなのに。行ったことない。あー、あかりさんの見ました、昨日の。そう、絶対見てほしい動画みたいな。そう、実は内緒にしてたんですけどみたいな動画見ましたか。あ、3年 A 組。あら、 A 組だったっけ。A 組か。その中のメイさんの可愛いですね。明けましておめでとう。そうそうそう、何だったっけ、何の話だったっけ。あ、そう、あかりんさんの、そう、第2弾の犬が
犬を飼ったらしいです。2匹目マシュマロちゃん、めちゃくちゃ可愛かったです。なんかいろんな話をいっぺんにしようとき、ちょっと忘れました。そう、あかりさん、チャムっていう茶色いトイプードルがいたんですけど、そうチャムともう一匹マシュマロちゃんっていう白い何だったっけ、なんかチワワみたいな多分チワワじゃないんですけど、そうそんな感じの白いちっちゃい犬をそう飼ってました。めちゃ2回ぐらい見ました。そう、白いマシュマロっていう名前なんかチャムっていう名前でさ、すごい漢字、犬にまで漢字をつけてめちゃおしゃれなんですけど、その次の子はマシュマロっていうカタカナっていうね。ギャップがなんかいいよね、面白かった。そう、チャムっていう茶色い、そう犬の次は白で、そう白シラちゃんとかにすればいいのに。マシュマロ登録してるか、通知来た、あ見ましたか。そうチャンネル登録してるので、アリさんも来ますよ、テロリンみたいな。3年 A 組か。3年 A 組なんで C 組だったと思ったやろ、忘れました。3年 A 組みたいな、学校のドラマらしいです。学校のドラマらしい。こんにちは平野さん、かわいいギフトありがとうございます。あ、あらちゃん久しぶり、あけおめありがとうございます。おはよう、あけおめ、イエーイ、久々に顔がとって嬉しいです。おう、じゅんじゅんさんありがとうございます。日曜ありちゃんの握手券買ってないので、あかりんに行ってきます。ありがとうございます。チャピチャピさん楽しんでください。ぜひあのレポート風でぜひ教えてくださいね、何を話したか。全部聞く人やけ。3年 A 組か、 C 組は別番組、あら。なんか分かんないな、分かんないな。初めて見に来た、おお、あ、チームエイト推しの、あ、ひなこ推しやん、ひなこ推しの方ありがとうございます。ST48 広島県出身14歳のありちゃんこと見逃しありさです。よろしくお願いします。よかったら右上のハートをしてルームフォローよろしくお願いします。でもなんか見たことある気がするけど、なんかありがとうございます。ちならび見逃し推しだったらありがとうございます。続けてくださいね、たくさんたくさん。たくさんたくさんよろしくお願いします。広島ガチャを引いてる、ああ、ありがとうございます。え、もう広島ガチャ出ました？まだあれよね、あのお正月のやつは、そう全員のやつしかないんですよ。おはようございます。 A 組といて学校以外が舞台だと面白い。確かに。確かに確かに、そりゃそうや。アリちゃん推し、あ、イッシーさんだ、覚えてますよ、覚えましたよ、ありがとうございます。3年 B 組は金八、あ、そうよね、そうよな。あ、みきゃんちゃんもおはようございます。名古屋で握手、あ、名古屋ないですよね。そう、アリさんは出演しません。出演なしです。ちんたかちゃんおはようございます。公演のチェックさん、あけましておめでとうございます。イエイ、あけおめです。日テレの水道日のドラマ出演者関係なく面白い。そうだや、大阪広島の父の握手券は120枚超えました。え、どういうことですか。え120枚を超えました、どういうことだろう。マナテツさん、明けましておめでとうございます。広島ガチャは15日からなんだ。あ、まだまだあと10日ぐらい待たんといけんな。もうコイン使ってしまった全部。サンタガチャ、あ、サンタガチャ引き、
当たりましたか。アリサもサンタは1個当たった気がする。サンタサンタサンタは1枚持ってる気がします。お、ケンケン、おはよう、おはよう。普通電通倒れた。ああそうよね。え、今日な金曜日でしたっけ。あ、今日金曜日、ほんまや。そうです、今日は料理料理でふーちゃんとのやつは何作ったっけな。あれだ、お肉料理だ。お肉を使った料理を作りましたので、ぜひ見てください。ぜひ茶色チームでふーちゃんとお料理してますので、スチューデンツぜひ見てください。ちょっと待ってね。ふーちゃんとの時はさっきが司会でしたっけ。ちょっと待ってね、見よ。ダン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 、さっきだ。じゃーん、ふーちゃん、ふーちゃんと料理しましたので見てね、スチューデンツ。そうだそうだ、やっとこの回が来ましたか。うわ、ここ半年でかなり色分けだった。初めて言われた、嬉しいな。イエーイイエイイエイイエイ。地並べお願いします。お肉、そう、お肉料理、その画像欲しい、お待ちしました。いいよ、じゃあ、あ、そうよ、まだあのスチューデンツ公開してなかったケースを送ってなかったんですけど、送りますね。そうよ、宣伝センター研究スチューデンツ見てねーっていう感じで、はい、アリンコメール送るのでぜひ見てください。おはよう、おはよう、おはよう。写真送りますモバメ、そう、モバメプライベートメール、登録してなかったんかい。してなかったんかい。よろしくお願いします。岡山9日の水曜日。あ、そうかそうかそうか、あれですよね、地域ごとに違うんか。そうか。料理しましたよ。そう、料理しました。よろしくお願いします、ぜひぜひ。しかも重大なお知らせなんですけど、この4週連続あるじゃないですか、スチューデンツって。え、なんかめっちゃ飛んでる。確かになんかめっちゃ飛んでる。へい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 。スチューデンツ 4日連続、じゃあ4日じゃない、4週続けてあるじゃないですか。その1週目が今日なんですけど、なんとなんとなんと、なんと4週目の最後、ラスト、最終回のラストのこの4週目には、なんとこの私、峰橋アリサが司会を務めました、初めて。そうなんですよ、よろしくお願いします、お楽しみに。イエーイ、ぜひお楽しみに。なんだって感じですよね、できるんかって感じだったんですけど、はい、4週目にはなんと激辛料理対決をしたんですけどね、激辛料理対決で、はい、司会を務めました、初のスチューデンツ。マジか。信じてください。よろしくお願いします、イエーイ。そう、もうスチューデンツはもうガヤで、そう、なんかもうめっちゃふざける役だったんですけど、いつもそう、いつも椅子取りゲームとかしたりさ。あと何出たっけな、あとあれだね、あの金の玉を見つけに行ったりとかする。そう、司会はやったことがなくて、そう、多分峰橋は無理だろうと、司会なんかできねえだろうって感じでね、そう、司会はまだやったことなくて、そう、ガヤガヤ役だったんですけど、なんと今回のやつで初めて司会をやります。そう、事件なのでよろしくお願いします。そう、大事件です、よろしく。あ、顔知る、あ、やったな、そう、飴玉探すやつでね、やりましたわ。おみくじ、おー、峰吉が出たよ。出るわけねえだろ。やったー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 。そう、4週目なのでまだまだなんですけどね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
おー、けんこちゃん、明けましておめでとうございます。イエーイ。何事も挑戦、そうですよね、挑戦が大事ですね。あらきっちさんがいつも有吉ちゃん、嘘、そうなん、言われたことないんだけど。ウケる。あらきっちさん、ピンクの方ですよね。そう、スタジオ公演当たったらね、ああチャーミングトリップが良かったって言うんですよ。ひどいよね、ひどくない？チャーミングトリップピンクでだからさ、 T シャツが、そう、スタジオ紫じゃないですか、だからそう、スタジオ公演当たったら、はあ、チャーミングトリップは良かったのにっていう人だ。楽しみねよし。うまい、よろしくお願いします。イエイ。峰吉は大吉よりも、はい、上ですよ。もう一生に一回出るかどうかの、そう、すごい確率で入ってるおみくじになります。そう、4週続けて、そう、同じメンバーでスチューデンツをやるんですけど、4週目の最後の週で出ます。 でも全部は出るんですけど。4週目でやりますので、よろしく。明日のやついけなくなった、嘘、マジ。了解です、頑張ります。どんなおみくじやん。それな、有吉さんも、そう、広島出身、アンガールズさんもですし、あとはアリサの好きな女優さんの綾瀬はるかさんも広島県出身なんですよ。そう、誇りですわ。綾瀬はるかさんめっちゃ好きです。あ、ダイナソー、今日もピンクありがとうございます。はい、今日もピンクでーす。おー、ひろゆきさん、広島き、あー、そうなんだ、イエーイ、ありがとうございます。堪能、堪、満喫しましたか。広島、イエーイ。なんなん、広島いませんよね、なんかもう14日まで行くとか言ってましたよ。そう、遊ぶ約束をして、遊べるか聞いたんですけど、なんかジャパンから電話かかってきました。ジャパン、やばい、誰。有吉の着てるピンクのアディダス欲しいだけ。あれ、あげませんよ。ピンクのアディダスね、今日はスチューシーなんですけど。スチューシーなんですけど、遅くなりました。おー、クリームさん、やっほー。とりあえずみっちゃん、あ、みっちゃんいいですね、行ってきます、する、行ってらー、みっちゃんお好み焼き、天然、そう、天然の綾瀬はるかさんがめちゃくちゃ好きで、適当ではないです。アリスは適当らないです。福袋買ってないですよ。福袋買いましたか皆さん。ST 福袋はゲットしましたか。何の福袋ゲットしたんですか皆さん。何にも福袋買ってないですよ。何がいいんやろ。福袋初売りとかも全然見に行ってない。1月1日初売りじゃなくて何してたか言うと、1月1日は、あ、眉毛だ。眉毛整えてた。眉毛をベリーってやってました。ベリー、紐の長さがほんまだ。紐の長さが超おしゃれでしょ、じゃーん。気づかなかった。え、なんでこうなるん、いやー、これどうやったら治るんかいね。同じ長さになれー、ハッピーニューイヤー。ミスドの福袋、すげー、ミスタードーナツにあるんだ。いやいや、あ、なったなった、同じ長さに、よし、いいぞいいぞ。
ブラジリアンワックスで年明け受ける服とお菓子の福袋、おいいですね。チョコレートの福袋、あ、ST 福袋ゲットしましたか。名前、え、推しコンプならず、ありゃ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 。初詣行ってきましたか。おお、いいですね。初詣、ありさんも行きました。アディダスの福袋は紙だったらしい。アディダスもあるんだ。福袋まだ売っとるまだ売ってますか。初コメント、イノセンスさん、ありがとうございます。初コメントたくさんコメントしてください。みなみさきさです。イエーイ。服1万円の、1万円なかったんだ。まだ開けてない。ありゃ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 、ぜひぜひ当ててく。ココイチもある。マジ、カレー、カレー詰め合わせみたいな。めっちゃ天気いいね。確かに。おすすめのご飯屋さんはなんだろう、まあ、あのお好み焼きはまあそう、どこもどこもすごい美味しくて有名でおすすめなんですけど、あれと昨日あの県民賞かなと思われる番組で、そう、広島県民愛グルメみたいなやつで、あの汁なし担々麺をね特集してまして、そうめちゃくちゃ美味しいですよ。そこめちゃくちゃおすすめです。汁なし担々麺のあの中でもいろいろお店があるんですけど、汁なし担々麺の中ではマサラさんっていう、マーサーラっていうねちょっと漢字3文字で、そう難しい漢字が3つ並んだね、マサラっていうところがあるんですけど、そこがめちゃくちゃ美味しくて、炙りチーズの汁なし担々麺があるんですよ。そこぜひ食べてほしいです。そこはね、アリサが ST48 に入って初めて食べ物、初めてあのロケを、初の仕事でそうロケをして、アンガールズさんの2人と一緒に行ったところなんですよね。そこで初めて食レポもしましたし、そう初めてが詰まったあのお店なので、ぜひ行ってみてくださいぜひぜひ行ってみてくださいおはよう、おはおは。最近さ、なんかさ、このさ、ここをさ結ぶのが流行ってるんですか。なんかそう、ここのパーカー売ってるお店さ、なんかここをさよく結んでるんだよね、こうやってちょっと短いなあーどうですか、こうやってここを結ぶのが流行ってるんですか今よく可愛い、ありがとうございます。キリッとしてる。あ、嘘、眉毛がそうさせたんかな眉毛のせい、そうさせとんかな。そう、まっすぐで切り眉にしたんですよ。垂れ眉だったんですけどね、切り眉にしたんですマサラぜひ行ってみてください。チーズ、そう、炙りチーズのお店です汁なし担々麺、そう、辛さとしびれが一気に来る汁なし担々麺、よければどうぞキーホルダー、キーホルダー、イエーイ。ぜひカバンとかにつけて持ち歩いてくださいね、いつもありがとう、誇らしい。やったやったやった。そう、アンガールズさんと一緒に初ロケがね、初ロケがなんとアンガールズさんのお二人と一緒に回ったという、すごい豪華です。すごく豪華なのでよろしくお願いしますマサラさん、ゲバントホール、あ、近いかもしれん、近いかもしれません。キリマユ似合ってる。よっしゃー、明けましておめでとう。スポットライト、あ、スポットライト、日光のスポットライトです。初詣行きましたよ。イエイ。西条稲荷に、あ、そうなんですよ。推しになりそう。嬉しい嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。ありがとう。
口内炎、口内炎面白い。それはちょっとやばいかもね。汁なし担々麺食べたらあーやでなる。そう、あと聞いてください。なんだったっけ、どっちだったっけな、ちょっと待ってくださいね。多分西条稲荷に行った方のツイートしたじゃないですか。そう、メンバー、知らない方が いたらあれなんでちょっとお説明するんですけど、ST48 メンバーっていうメンバー全員で使うアカウントがあるんですけど、それでしかツイッターはやってないんですけど、そうなんですよ。ちょっと待ってくださいね。ST48 メンバーっていうこの ST48 メンバーツイッターで、そう、昨日私が行った、なんだったっけな、あ、こっちですね。明けましておめでとうございますの西条稲荷に行ってきたっていう方の、そう、載せました。西条稲荷に行ってきたっていう報告と、あと美観地区、そう、瀬戸リップで旅させていただいた、初めての一人ロケで、そう、瀬戸リップで旅をした美観地区に行ったことを載せましたので、よかったら見ましたか。おー、ありがとうございます。早い。よかったらいいね&リツイート、そしてコメントもしてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。そっちの方なんですけど、で、西条稲荷に行った方のツイートに、なんと NMB48 のあかりんさんじゃないんですけど、NMB48 の中川美音さん、5期生の中川美音さんがいいねしてくださっていて、ほぉーと思いまして、イエーイ。それがそう嬉しかった。ありさは全然気づかなかったんですけど、そうだって通知とか来ないからさ、ビロロンみたいな感じでさ、そう通知とか来ないか分かんなかったんですけど、そう、アリン、ハッシュタグアリンコメールでね、教えてくださった方がいて、そう、中川美音さんがね、いいねしてくださってました、ありさのだけ。そう、見たんですよ。そう、全部にいいねしたん かもしれんと思って。そう、全部にいいねしとるのにさ、そう、ありさが言ったらやばいなと思って、そうチェックしたんですよ、ね、そしたらありさの、そう、ありさのその西条稲荷に行ったっていうツイートだけ、そう、いいねしてくれてまして、嬉しいです。ありがとうございます。いや、全然喋ったこととかもないんですけど、うれぴーです。でも、はい、5期生の方なのでね、知ってますよ、めちゃくちゃ。そう、大阪チャンネルっていうやつはね、登録してるんですけど、大阪チャンネルで5期生密着っていうのがあるじゃないですか。そう、それを全部見たので、そう、全部5期生密着っていうのを全部見たので、知ってますよ。知ってますよ、中川美音さん。もうありがとうございます。ありがとうございます。で、嬉しかったですね、それが。美音さん、美音さんにねされたらやばい、やばいやばいやばい、やばいやばい。次期総監督に。クリームさん、ハートありがとうございます。そう、嬉しかったですね。なんか、そう、なんか前もなんか車配信してた時に、そう、ランキング読もうとしたら、そういたんですよ、ランキングのところに。でもそれはショールームはなんか偽物かもしれないじゃないですか。ショールームは偽物かもしれんっていう疑いがあったんですけど、ツイッターは本物じゃないですか。本物は本物で嬉しかったです。イエイ。イエイ。あかりん先生やばいよね。でもあれですよね、あかりん、ハッシュタグあかりん涙袋でこれをレビューしたらいいね来ますよ。いいね来るかもしれません。そう、いいね来るかも。イエーイ。ハッシュタグあかりん涙袋で、そう、皆さんいいねが来てまして、いいなーって感じです。いいねが来ていいなーって感じです。うん、いい。 STA オーディション見てた。頑張って、ありがとうございます。イノセンスさん、よろしくお願いします。これからどうぞありさ推しでよろしくお願いします。ハッシーさんもギフトありがとう。金を鳴らそうですそう、金を鳴らそう。あれ、アップ禁止ですよ。あの時の顔はちょっと あれなんで、そう顔めっちゃ真剣な感じでちょっとブスいので、アップはダメですね。そう、
の画像だけアップしないでくださいね。明日陸上公演頑張ります、頑張ります。白石麻衣杏さんを偽物に決まってますよ。本物だったらもうびっくり超えたら。びっくり。あれ調子で頑張ります。おじいたかちゃんよろしくお願いします。ねえ、麻雀、麻雀入れてますけど、そうや、あんまりやってないですね。そう、あのアプリはあんまりしなくて、 NMB さん麻雀入れてますよ、もちろんあかりんさんのカードでやってるんですけど、そう。やってるんですけど、やっぱ七並べの方がやっぱりやってますよ。七並べやってるのでよろしくお願いします。え、知らぬが緊張、荷物隣に置いていったんやけどどうしたんや。やばいな、どうする。今年も推し継続します。おお、真央さんよろしくお願いします。ラジオチリパタケポン好きな層、やったーやったーやったー、好きじゃけん。広島好きじゃけー。偽物か、本物。偽物ですよ。本物だったらもっと、もう視聴者数がもう5分ぐらいで7万ぐらいおるやない。本物だったら。小豆島、小豆島聞いたことあるけど行ったことはないわ。かおちゃんが書き初めする、書き初め、そう、何でしたっけ、明日あの陸上公園で書き初め飾ってあるらしいので、ぜひ見てください。明日限定かな、多分な気がするんですけど、そう、明日の公演来てくださる方は、そのメンバー一人一人の書き初め抱負が見れるので、楽しみ、お楽しみに。お楽しみに。クリームさんかわいい、ありがとうございます。いい。小豆島行ったことないわ。小豆島、タタタタンタタ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 、あと2回対戦してハピネス、おー、ハピネスゲットしましょう、ゲットゲット。シナラベやるときはショールームと同時はあんまりないな。そう、なんだっけ、終わってすぐとかメール送るついでにやったりはしてます。ちょん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 。終わってすぐが多いかも。初公演頑張ります。今年初公演、明日行く。おー、てんやーさん、ぜひぜひ見てくださいね。そう、書き初めを書くらしいので、それを飾られるらしいので、ぜひぜひぜひ。そう、なんて書こうか考えます、今日中に。今日一日かけてなんて書こうか考えます。だったらハワイ、ハワイ。ハワイいいね。ハワイって何があるんでしたっけ。ハワイでも、ハワイって聞いただけで行きたい。行きたいです。小豆島を舞台にしたドラマ、そうなんだ。ハワイ、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 ハワイ。これ終わったら視聴者全員ひなびやってください、ぜひぜひ。ひなび一回当たったらきらめき、お、あと一回なんだ、ゆいさん当たりましょう、イエイ、当たりま、ひょうひょうひょう。小豆島はないな、ライブやって大阪会えてなかなかハードね。確かに嬉しいな。でもあれですよね、6日1月6は6部らしいので、そう、なんと初めて初めての6部なんですよ。いつも遅くても5部が最高遅部だったんですけど、最高で遅い部だったんですけどね、6部らしいのでよろしくお願いします。1月6日6部です、よろしくお願いします。でも、おしましは使えない、
しいのでそう、ぜひ券取ってくださった皆さんよろしくお願いします。ぜひおみくじ抽選なので当ててくださいね。ぜひ当ててください、よろしくお願いします。明けましておめでとう、おめでとう。あ、アリースタンプ使ってますか皆さん、ぜひ使ってください。そう、七並びスタンプでようやくアリさんのが出ましたので、アリーっていうやつぜひ連打して使ってくださいねよろしくー。6日はバイトー、頑張ってください買ったよー、ありがとうー声の癖が強いなめちゃめちゃ連打して、あー、ありがとうございます、ありがとう。ちょっとしてます七並べ途中にいらんやろ使ってる、あ、皆さん使ってる、ありがとう、ぜひ使ってくださいね。あり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 、アリサがまだ七並べやった中で、そう、アリスタンプをね、自分はめっちゃ押してるんですけどね、返してくださった方はまだゼロに悲しいですそう、アリーって自分はめちゃくちゃ連打するんですよ。でもえへへとかえへへとかめちゃくちゃ返ってくるんですけどね、アリーが返ってきたのはまだ0人なので、よかったら皆さんよろしくお願いしますよかったらたくさんあげました、ありがとう。あ、3年さんショート見ました、見ました、見ました。エモいですねエモいですよね、めちゃくちゃ可愛かったです。こんぐらいの丸っていう丸っこいショートスタレンしてますので、ぜひ。こんにちは、今目が覚めた、おー、力丸、やっほー。今年は必ず会いに来てください、会いに。あ、そうそうそう、もうあともう少しだよ、あと3日ですわ、やばい。じゃじゃーんんどうなってんだ、あ、こっちだですね、スティーホティとセカンドシングル劇場版握手会が、なんともうあと3日で、あと3日で、あの受付終了なので、皆さんお急ぎください。7日までで、はい、受付終了なので、皆さんお早めによろしくお願いします。はい、大阪はありがたいことにマモ枠じゃなくて、感謝枠が出ました、初の、大阪は初の監視枠が出ました、ありがとうございます。そして、こちらの広島は間もなく感謝枠、略して間も枠になっております。あともう少しで感謝枠なので、よかったら皆さんここを集中的に、そう、集中的に攻撃していただいて、ここを、そう、感謝枠に、この 7日まででできたらすごく嬉しいです、よろしくお願いします。そう、7日までが B 期間なんですけど、そう、 C 期間もあるんですけど、 C 期間は感謝枠が出た部の感謝枠をなんかどんどん取っていく期間らしくてそうらしくて、なのでよかったら B 期間の間でここを取っていただけると嬉しいです。多分 C 期間に入ると感謝枠に多分もうならない、ならないみたいな噂を聞いたのでそう、 C 期間でここが感謝枠になっても、そう、もう感謝枠にはならないっていう噂を聞いたんですよ。なのでよかったら念には念を込めて B 期間の間で撮ってくださると嬉しいです、よろしくお願いしますぜひぜひよろしくお願いします。握手会にぜひ来てみませんか。で、あと東京が近いって方も、東京は2月17日の東京サンシャインシティと、じゃん、3月9日東京流通センターですね、東京流通センター、3月10日も東京流通センター、ここは ST48 祭もあるし、奈々さんも来るのでおすすめにしております、おすすめ日です、ここ東京はここがおすすめ、よろしくお願いしますそして3月21日は東京サンシャインシティです、よろしくお願いします。東京はまだまだたくさんあるので、よかったら東京が近い方はぜひたくさん来てください、よろしくお願いします。
東京流通センターです。そう、靴靴かいね、東京靴流通センター、それですね多分それですね。握手会行ってみたい。お、竹ポンぜひ来てください、よろしくお願いします。広島4部追加します、ありがとうございます。感謝枠とは何ぞやというところなんですけど、500枚で感謝枠になるんですけど、そう、500枚が500枚に達成して感謝枠が出ると、なんと1部から5部制で1部から5部の通常握手会にプラスして、スペシャルツーショット写真会&サイン会が追加されます。イエーイ、よかったら皆さんスペシャルツーショット写真とサイン会をやりたいので来てください、よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。初心者、はい、全然大丈夫です。あの ST48 のセカンドシングルの握手会なので、あの AKB グループさんだとたくさん人数がいるんですけど、そう、初めての方でも STU のこの個別握手会から始めたら、そう、分かりやすいと思うので、ぜひ初めての方でも大歓迎です、よろしくお願いします、よろしくお願いします来てください、よろしくお願いします。そう、よかったら、この後すぐこの後もすぐ、ST48 キャラーニで検索していただいて、はい、ST48 の劇場版申し込みフォームに入っていただき、はい、アリサの握手券をポチポチしていただけると嬉しいです、よろしくお願いします。 ST48 キャラーニで検索してみてください、よろしくお願いします。そう、へい、よろしくお願いします、よろしくよろしく、ぜひ、そう、広島をどうしても感謝枠にしたいです、よろしくお願いしますよろしくお願いします、よろしくお願いします。この広島を桃枠で終わらせたくないので、皆さんよかったらよろしくお願いします。日光がすげえよろしくお願いします。以上です宣伝は以上になります。あ、エリさん、ヤッホー、ありがとう。チャラにではないです、キです、かきくけことキですので、よろしくお願いしますST48 キャラにです、よろしくお願いします。広島あと何枚なんだろう、気になる気になる、よろしくお願いします。広島広島、もみじまんじゅうやお好み焼きや汁なし担々麺マサラなど、たくさんたくさん美味しいものもありますし、宮島の厳島神社はですね、世界遺産に登録されているすごいところなので、よかったら広島観光ついでに、広島観光するついでに、みなしありさ握手会来てください、よろしくお願いします。いい機会ですよいい機会ですので、ぜひ来てください。観光大使です、勝手に広島観光大使よろしくお願いします。わかりやすい、1枚からでも、1枚でも全然大丈夫、1枚からでも歓迎いたします、よろしくお願いします。そう、広島県出身です、よろしくお願いします。そう、しかもあの STU のシングルかね、シングル個別握手会では初の広島ということで、そう、いつも大阪と東京だったんですけど、初の瀬戸内の広島でできるということなので、すごく楽しみです、よろしくお願いします。イエイ、宮島から握手会場は、うん、まあまあ近いです、まあまあ近い。そう、船も乗れるしね、宮島に行くために船にも乗れるので、ぜひあの STU 劇場の練習とかで乗ってみてはいかがでしょうか、うん、それちょっと無理があるかもしれないST48 劇場ができたら船なのでね、よかったら宮島に行く船で一回練習してみてはいかがでしょうか、よろしくお願いしますよろしく、アリちゃん呼びでいいですよ、アリちゃん呼びでよろしくお願いします選挙演説確かにあ、そう、八朔大福もめちゃくちゃ美味しいですしね。そう、あ、広島牡蠣も有名なので、そう、宮島に行ったらね、そう、焼き牡蠣をね、生じゃないわ焼き牡蠣は焼いてますけど、
そう焼き牡蠣はね、そう普通に屋台でこう焼いて、そう焼いたやつを焼きたてをすぐ出してくれるお店とかもあったり、そう牡蠣オリジナルの牡蠣グラタンとかね、あの牡蠣の貝あるじゃないですか、そうあそこで牡蠣のグラタンを作って、そうそういうちょっと凝ったメニューとかも食べられますので、ぜひ。アナゴ飯もそうたくさんありますよ。アナゴ飯以外でもアナゴを丸々一匹フライにして、そうアナゴフライとか、あとあのアナゴまん肉まんじゃなくてアナゴまんとかもあって、そうすごい宮島でしか食べれないグルメがたくさんあるので、ぜひ広島に来てください。よろしくお願いしますぜひぜひ。あとね、あと宮島はあのしゃもじ試食会ねしゃもじが有名でして、そうしゃもじのなんとストラップがあるんですよ。そうなんかいろいろね書いてあって、なんか男気みたいな男気とか、なんかそうバスケとかが得意な方はバスケバカみたいな感じの文字が書いてあるね、そうしゃもじがありまして、その後ろにその自分の名前とか入れてくれるサービスもしてるやつとかもあって、そうお土産もたくさん買えますので、よかったら来てください。あ揚げもみじも、そう揚げもみじもいつもめちゃくちゃ並んでます。ぜひ来てくださいよろしくお願いします。しゃもじ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 水晶あれは岡山で買ったんですけどすいません、明日買いに行きます。あぜひ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 どうぞよろしくお願いしますいろいろありすぎますよ。そう広島、あともみじまんじゅうをね作る体験とかもできるんですよ。そうロープウェイがあって、ロープウェイを上がればあのハート型のあんこを中に入れる、ハートインもみじっていうね、そうハート型のあんこを中に入れて焼く。